おはようございます。ちょっとね、今週 GDC があったり、いろいろ嘘がバタバタしてて、なかなか野菜ジュース作れてないんだけど、ジンジャー、セロリ、人参、ケール、ミント、バナナ。ちょっとシンプルめでいってみます。さあ、じゃあ、比較的、このくらいの方がいいな。作りやすいけど、いってみます。えい。今日は匂いも、色も完全なる野菜ジュースですね。青汁って感じ。さあ、じゃあいただきます。青汁。おはようございます。微妙なテンションでした。おはようございます。ドリキンです。今週 GDC ゲームデベロッパーカンファレンス開催されてて、日本からもいっぱい友達が来てるんですけど、何せね、なんかタイミング悪く、年度末進行ってこともあって、ちょっとね、バタバタ仕事忙しかったりして、全然、参加できてないんですけど、なんとか今日はね、途中仕事抜け出して1時間2時間できれば3時間ぐらいは、エキスポ会場を覗きたいなと思ってるんで、ちゃんと GH5 持ってきて、で今日はこれね、 15mmF1.7 のパナライカレンズね、GH5 をコンデジ化する、素晴らしい魔法のレンズですけど、こいつを持って、会場インタビューしてこようかなと思います。なんとなくこのさっきの表情を見ていただいてても分かると思うんですけど、腰痛に関してはね、おかげさまでだいぶ収まってきて、で、今もね、今日もただサンフランシスコすごい雨なんだけど、できるだけウォーキングはかなり効く気がしますね。これのおかげで、劇的なスピードで腰痛が、軽減されてる気がする。このプレートめっちゃ危ないんですけど、今完全にずるっといった。じゃん。今ね、ここエティアンティパークですけど、ゲームコネクションザディールメイキングイベントっていう、なんかエティアンティパークでも多分ゲーム GDC に発生した、この野球とは別で、GDC に派生した、ゲーム開発者のイベントやってるみたいですね。It's Mr. Tofu on Fire. Yeah, yes, exactly. トーフォンファイヤーの人、後でちょっと一言もらおう。そしてこの間ポッドキャストに出てくれた先長日ありがとうご谷さん。ざいました。いえいえ。今ここでランチしてます。ケーブルにインタビュー。 Hi there. You are already famous for my listener about fire on tofu. Yeah, tofu on fire. Mr. Tofu on tofu on fire. fire. My biggest Japanese success But story. I think my listener, many of listener is Mac, old Mac cool. Freak. Yep. Then very familiar with your company products. Nice. That's nice. So can you tell your not secret but like a fun thing about thing? Yeah, I mean, recently? We've been making software for 20 years now for the Mac, and we just released Transmit 5, which is our big new version of a FTP client. But let's see, something that we haven't, it's kind of secret, but not too secret, is that we're working on a whole new version of Coda now, which Oh, is our really? big text editor. We're basically starting from scratch. Oh, really? Yeah, and making a really fast, really modern text editor.
There's going to be a lot to talk about, but that's what we're working on right now. So oh, really? That's, I didn't that's, know that. That's breaking news. Oh, yeah. This is really breaking news. Yeah, from Mr. Tofu. Yeah. Oh, this is great news. So it's going to be really cool. We have a long ways to go, but we're really excited about it. Yeah. So, oh, nice. That's what we're doing now. Thank you. Yeah, how was GDC? Great. It's nice to meet people and play games. Yeah. Because, you know, we did Firewatch too, so. Yeah, oh, Firewatch. Tofu on Firewatch. Perfect crossover. Yeah. Anyway. Yeah. We love games. So yeah. Thank you very much. Yeah. Nice. See you later. Yeah. Bye. じゃあ Firewatch をぜひ。そしてこの先日この間先日ポッドキャストに出てくれた長谷川です。これが長谷川さんです。これが。これが長谷川です。なんか Firewatch のメッセージありますか。ぜひぜひそう Steam 版も日本語になりましたので、PC とかそれからMac とかでプレイしたい方にもプレイしていただきます。引き続きプレイステーション4版も、よろしくお願いいたします。ちょっとまたぜひちょっとコーダーの話もっと聞きたいんで、もっと情報出たら、まさかコーダー出ると思いますけど、はい。はい、ありがとうございます。リスナーの皆様にいち早くお届けしたいということで、はい、ブレイキングニュース出ました。はい。はい、また Thank you for like a very important breaking news to me exclusively. Yeah, super exclusive. Yeah. Thank you very much. And thank you for lunch. Yeah. Thank you. なんかまだあったかいな。なんか天気は悪いんだけど、なんか気温はいつもより高いね。さあ GDC の会場とりあえず来てみた。なんかちょっと邪魔。それは GDC の会場に、ちょっとだけ多分2時間ぐらい抜けられるから来てみて行きます。じゃん、 This is GDC です。わかんないね。これじゃこれサウスの一番新しい、モスコンセンターなんだけど、奥の方でやっぱりここでも何かはやってるけど、一応 GDC 開催されてる。ここもね、僕もまだ入ったことのない最新の Xbox とか書いてあるけど、最新のモスコンセンターのビルですね。でまだまだね大量に工事中なんだけど、とりあえずバッジ取りに行きます。とりあえずねウエストの方の会場に行ってレジストレーションね。ここもなんかすごいことになってますね。さあじゃあ GDC 会場、ゲームデベロッパーカンファレンスの会場やってきたんで、とりあえずチケット取ってきます。盛り上がっとる。すごいね、入口から。ここら辺かな、ここら辺で行けばいいのかな。じゃあここでこれがお土産だって。あれバックパックじゃないのかな。なんかバックパック持ってる人いたけど、あれは何、自分で買った系。とりあえずこう WWDC でも慣れ親しんだモスコーンのウエストですけど、アンリアルとかグーグルとかバルブ、でも上はね多分これセッション会場で、あとはこうレジストでしょ。だからさっきの場所に戻ってエキスポに参加しようと思います。何が入ってるのかだけちょっとチェックしてみるか。何がもらえたんだろう。まずはこの GDC トートバッグでしょ。で中身はというと、じゃん、なんかいきなり日本語出てきたけど、ひたすらあれか、広告か、広告系ですね。なんか面白いものはあるかな。まあ後でもう一回チェックしてみるけど、なんかお土産としてはこんなもんっぽい。じゃあちょっとバッチゲットしたんで、もう一回サースの方に行ってエキスポ会場を覗いてきます。こっちはノースの会場でなんかあるな。一応ちょっと入り口だけ覗いてみるか。ここはノースは何やってんだ。あ、ノースの地下、こっちにもあるよね、エキスポ会場が。そうか、こっちでもなんかやってんのね。まあいいや、向こうから行こう。ここを見た方が早いかな。全然見てもわからん。いやいやいや待てよ、ここに GDC ストアがある。ちょっと例年といろいろレイアウトが違うぞ。こっちにストアあるじゃん。去年は何も買わなかったんだけど、ここジャケットとか、あ、ここでバックパック買ってる人いたんだね。なんか、あのバックパックとか昨日持ってる人いたもんね。バックパックとか結構いろいろ種類あるけど、微妙に買う感じじゃないの。ポケモン本屋さんとかもまあちょっとそんなでも結構いいディスカウントしてるはず。これね VR 本とかアンリアルエンジン本とか紙のね書籍の本が売ってますよ。出たレズインフィニティの本、あとこの T シャツか。あ、これ去年もあったな。これちょっと欲しいんだよね。
ちなみにここ見てると分かると思うんですけど、ドリ散歩でずっと撮りっぱなしのやつは、サブチャンネルドリ散歩でここ流してるんで、もし全貌を見たかったらぜひサブチャンネルチェックしてみてください。じゃあちょっとサウスに潜入します。じゃーん。ああそうか、いろいろ構成変わってんだな。ここね、 Xbox いつもここら辺撮ってる。ゲゲ、もしかしてサウスがなんか基本はあれだね、セッション系なのか。完全に誤解してた。さっきのノースが正解だったっぽい。だからストアもあったのか。あの地下に行けばよかった。完全に無駄足踏んだと思ったら嘘。こっちになんかちっちゃいエスカレーターがあって、こっから行くんだエクスポ。分かりにくい。エスカレーターちっちゃいけど入ってみるとすごい奥に、だからでかい会場が広がってる感じだな。やばい。いきなり目の前にプレイステーションあって、こっちにはマイクロソフトがあって、めちゃくちゃ広かった。地下にやばいものが出来上がっているっていう。入ってこうすぐ左側がマイクロソフトで、正面がプレイステーションって感じかな。で地面になんか立ちのちょっとハドソンを彷彿させるシールが。オキュラスもなかなかやっぱりでかいブースを立ててて、オキュラスとプレイステーションがこんな感じで隣同士かな。プレイステーションのブースこんな感じ。これどこまで奥があるんだって感じだけど、つらいな。あの PUBG キラー、 PUBG キラーのフォートナイトがやっぱりでかいブースを構えてますね。いきなり来たよね。なんか僕もこれ早くやってみたいんだけど、なんか PUBG に少しマイクラ要素が入ったっていう僕の理解は正しいのか。なんとかね、会場の一番端まで来たけど、何せ広い。端に行くとやっぱりちょっと小さめのところがブース持ってますね。あでも突然こんなところにワコムがブース持ってる。じゃあついに本間さんに会えたので。これ結構2年ぶりぐらいですよね。2年ぶりぐらいですね。はい、CRI です。はい、まあ、CRI はゲームの音と映像のミドルウェア提供してます。で特に最近、まあ、スマートフォンと。スマートフォンだと結構やっぱみんな音あれなんね。そう、音ゲーはね、コンソールやりましょうよ。コンソールそうだ、ドリキンだったらもうコンソールね、はい、コンソールです。コンソールといえばコンソールスイッチ、スイッチね。こっちかスイッチ。あだって PS はもちろんね、うん、ありますから。どうですか、でもやっぱりコンソール結構最近いいんじゃないですか。コンソールね、スイッチが出てきてからまたちょっと繰り返してきてる感じで、でスマホと、まあ、コンソールと連携するようなパターンが結構出てきてますね。ちなみに本間さんはあれですからね、前ポッドキャストも出ていただきましたけど、はい、リミクサーとして、はい、最近僕曲作りを嘘です、それ言うともう絶対怒られるんですけどガレージバンドを使い始めました。今度は教えてください。フォンマックスで出てますんで、多分2ヶ月後ぐらいに A がつく日本の会社からまたちょっと新作が出るかと。あそれは楽しみにしております、はいはい、その時にはまたぜひポッドキャスト出てください。はい、ありがとうございます。こんなところに Google 様が、我らが Google 様と、あと YouTube が、やっぱ YouTube がゲームチャンネルとかゲームプラットフォーム結構頑張り出したから、それの説明してんのか。これが Tender Crow っていうプロジェクトなのね。このデバイスがね、これはどういうデバイスなんだろうか、説明を聞きたいが、なんか盛り上がってるけど、なんか写真、インスタブースですね。でこっちはインテル、 VR のボクシングを、すげえリアルな VR ボクシングをボクシングジムでやってるっていうね。このエピックゲームの奥に NVIDIA が見えるな。これ去年も善治さんが VR やってたエピックゲームスの先に NVIDIA が見えた。この PC やばいでしょ、このでかさ。なんか普通のやつの上にさらにこのくらい拡張されて、うわっ
熱っ、触ったら熱いんですけど。何これ、 NVIDIA 金製のケースなのかな。すごいね、正面めっちゃあったかいんだけど、この石の部分が。大丈夫これ。あ、リアルタイムレイトレーシング用のやつか。これが噂のあの前治さんの記事見ていただくと分かるんですけど、あの今までゲームでは難しいとされていたレイトレーシングっていうレンダリング技術をリアルタイムのゲームでやるっていうやつね。これも YouTube の動画チェックした方がいいっすよ。これ結構ゲーム業界的にはね、インパクト大で話題になってる。すごい、これあの ボルタ世代の GPU だとリアルタイムで動かせるっていう想定みたい。今だとこれボルタで動いてるって、だからタイタン V で動いてるらしいです。 NVIDIA ほんとノリノリだな。 G-SyncHDR とかあるらしい。これオキュラスのブースの裏側だけど、なんか Facebook ゲーミングとかいう小屋が作られてますね。これなんかあんのかな。あ、ここの小屋の部屋の中みたい。あ、普通にただのミーティングルームだった。オキュラスをね、今設置する場所がなくてね、全然やれてないんだよね。あ、なんか結構オキュラスがこうデイドリームという、デイドリームじゃないけど、あのなんだっけ、単体で動くやつ、スマホくっつけるやつが押してるって言ってたけど、実際やっぱみんなメインのやつはこのスタンドアローンのやつ使ってますね。ちょっと今驚きの情報を仕入れたのでわざわざ戻ってきたんですけど、このブロック塀みたいな、この NVIDIA のこの PC ね、さっきのレイトレ DXR のレイトレしてる PC、 これねタイタン V4 枚挿してるんだって。それでようやくですよ、ボルタ世代っていうか4枚出しはまだだいぶじゃんね。それ熱いわこれ。じゃあ一応これ最後ね、なんかマイクロソフトのブースは、Xbox の絵の字もないという噂で、Azure と、ビジュアルコード、ビジュアルスタジオと、ミキサーですね。我らがミキサーですよ。スプラトゥーン時代にやっぱりこの超低レンテレイテンシーと超低レンレイテンシーにハマってだいぶこのミクスラー使ったけど、それと、ここら辺はアズールやね。これなんかライブショーやってるけど、まあ、気になるのはカメラですよね。照明のセッティングとこのカメラが気になるけど、やっぱキャノンだよ。これは C100 的な C100 ですね。 C100 と、あ、初めて見た。これは、あ、違う、これもキャノンだ。ブラックマジックかと思ったらキャノンの、これなんだろう、 XC15 っていう 4K の、これいいじゃん。これ何、これキャノンの、このキャノンのビデオカメラすげえ良くない。照明はドラキャストだ。さあ名残惜しいけど、もうちょっとタイムイズオーバーなんで、ちょっと帰ります。ちょっとあまり、なんか全体包括的なレポートにはならなかったけど、雰囲気だけでも味わっていただければ。あと結構、ここで、歩き回ってた様子を鳥散歩でね、サブチャンネル流してるんで。いや、やってきた。いで、こんにちは。おはようございます。ドリキンです。いや、今日はね、突然ですが、ここはね、ナパバレーというところに来てて、実はね、全然、遊びに来たわけでもなく、まあ、会社の研修なんですけど、ちょっと一泊二日で、なんかここで研修があるらしいので、やってきました。とりあえずお約束の、部屋紹介はしておきたいんだけど、まあワンベッドルームのこじゃれたリゾートホテルって感じだけど、奥なんかあんのかな。ここは、あ、ここはただの、クローゼットで、ここが洗面所、あとはトイレとシャワールーム。よし、
まあ、研修なんでどのくらい動画撮れるか分かんないですけど、もう完全リゾート地で、でなんかねゴルフコースが隣接してて、結構ゴルファーの人が泊まってる雰囲気ですね。とか言ってる間はなくて、早く研修に行かなければ。